類まれな音色じゃ。ただものではあるまい。恐れながら使い手はこの社の宮司片倉景重と推察つかまつります。片倉景重？はい、森役北の義理の父にございます。おお、そうであったか。影重はいかがいたした？父は不在にござります。笛を吹いていたのはその方か。恐れ入ります。片倉小十郎と申します。北の弟だな。はい。笛さばきまことに絶妙。照宗の心に残るものがあった。印にこれを使わそう。ありがたき幸せ。どうだ小十郎、その笛を持って姉同様照宗に使える気はないか。四人淵という尾禄を持って勝ち故障に召し抱えられた片倉小十郎は笛のみならず文武両道に優れていて照宗を喜ばせた。照宗は人事において常に卓抜の手腕を発揮し、これはと思った人物なら身分の上下にかかわらずどんどん抜擢した。重臣遠藤元信は山伏の子であり、鬼庭下月は田舎侍のせがれである。